どうも、漫画家のカッピーです。こんにちは、左利きのエレンという漫画の原作者をやっております。今日はこういう仕事してると、いろんな企業さんとかメディアさんにインタビューをご依頼いただくことが結構多くて、なんかインタビューって基本的にウェブメディアとか雑誌とかに載るんですけど、なんかそのインタビューしていただいてる時のその生の会話って意外とそのオープンになることって少ないなと思って、だからなんかそういうのがインタビューするたびにそのメディアだけでその掲載するってちょっともったいないかなと思って、許可いただけるその取材先の方にはその動画撮らせてもらって、今後もそのここの YouTube でインタビュー動画をアップしてみようかな、インタビュー受けてる動画をアップしてみようかなと思って、ちょっと試しに一回やってみました。なのでもし結構ラジオ感覚で聞いてて面白いなと思っていただけるんであれば、またやろうかなと思っております。今回はまあ実験的に第一弾ということで、肝心のそのインタビュー内容なんですけども、今回はこの左利きのエレンという漫画にも登場する集中力の質とか、ルーティーンとか、そういうどうしたら仕事に集中できるかって話をしてます。なので今コロナの影響で在宅でお仕事されている方とかには、もしかしたら見ていただけると、ちょっといいのかなと思っておりますので、よかったらご覧ください。それではよろしくお願いします。インタビューさせていただいた新クラボの井上と申します。ありがとうございます。すごくいい記事で、でいつも勝手に僕もこれ僕何者かっていうと、ジンズっていうメガネ屋で、このジンズミームっていう集中を測るようなデバイス、はいはいはい、目の動きとこう姿勢を判定して、そこから東北大の川島隆太先生って、任天堂 DS の脳トレの先生なんですけど、はいはい、彼と一緒に、じゃあどういう生理状態の時人は集中が高いのかっていうアルゴリズムを研究して、で、はいはいはい、それを測るデバイスをやってきたんですよ。でそれをもとに、集中を測るで測ってみると、僕らのジンズのオフィスがあらゆる空間の中で一番集中できてないのがオフィスだったんですよ。意外。そうなんですよ。で、そのデータがやばいってなって、で、せっかくデータ取れるんだったら、じゃあどう植物を置くかとか、どういう音環境にするかみたいな、五感刺激を中心に空間設計を、ちゃんとデータから研究結果にして、空間に落としていくっていうサービスを実は僕らやってまして。そうなんですよ。だぜひね、カッピーさんに、そう、僕勝手にエレン読んで、それをもとに話してたりもするんで、僕お話ししたくてしょうがなかったんですけど、すみません。ありがとうございます。この度、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、いろいろ連絡取らせていただいた、シンクラボの石と申します、はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。で、ちょっとご相談させていただいてたように、かなり今、世の中的に在宅勤務が増えてきていて、で、やっぱりその在宅勤務にすでに慣れてる方だったりとか、集中っていう側面に気を使って、自分の在宅勤務スペースを作ってる方の、実際リアルを知りたいっていうお客さんの声とかもかなり増えてるなというところで、著名の方、石川良樹さんだったりとか、今回だとカッピーさんにお声かけさせていただいたという、そんな経緯でございます。はい。はい、なんか、カッピーさんの、お仕事というのか、何か集中しなきゃいけないタスクが、そもそもなんかコロナとか関係なく、在宅で、家でそういう瞬間ってあるんですか？家で仕事してるんで。はいはい。なんかそこの工夫をシンプルに聞きたいなというふうに思っていて。はい、でちょっと例として石川良樹さんってご存知か分かんないですけど、ヘルスケアの先生で、うち の、 そのジンズミームとか、シンクラボってそのワークスペースでずっとコンセプトワークで入っていただいてる方 で、 彼はどちらかというとそのヘルスケアの先生なので、その中長期的にどういう姿勢を保っておくと、まあ、それこそ腰痛にならないとか肩こりにならないとか、そういう視点も込みで、まあ、こんな職場にしていますというふうな話をいただいて。なるほど、いいですね。そうなんですよ。結構 やっぱりさすがにっていう感じ で、彼の話からするとやっぱ座り続けと立ち続けが良くないって言ってて、はい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 、なんでこの机の上に机を置く形、机を机の形にして、これの上げ下げが本当に1秒でできるみたいなプロダクトを買ってますと。
で、もう一個は、パソコンを少し遠くに置くようにしていると。首がその下がっちゃいすぎると、ここにあの影響があるんで、なんか少しだけルックアップできるように遠くにしてるそうなんです。そのためにキーボードをもう一個、そのためにキーボードを作ってるって言ってました。あ、なるほどね。あとは視界の中に自然物、まあ植物ですね、を置くようにしてますっていう、その、やっぱ人工物に囲まれすぎると揺らぎがないので、その揺らぎを担保するっていうことの、この3つを彼は、気にしてやってますって言ってくれて、なんかこういうのを石川良樹説こうです。じゃあカッピーさん説、この大きく3つ言ったらこれみたいなやつを、なんか聞けたら超嬉しいなっていう。僕の場合はまず音なんですよ。はい、はい。音にすごい神経質で、まあ漫画家だったら当たり前だと思うんですけど、自分の部屋がないと絶対に無理だし、結婚して引っ越したんですけど、はい、その時も自分その条件がその絶対に自分の書斎を作るっていうのだったんで、うん、そのなんか広さとかもどうでもいいから、とにかくそのドアがある部屋を1個くれっていうので、うん、奥さんに交渉して自分の密室の空間を作る。2階からそのテレビの音とか聞こえると、おー、それをちょっと下げてもらったりして、毎回嫌がられるんですけど。それって、その、ノイズキャンセラーノイキャンのヘッドホンとかいう話にはならないですね。僕、そう、何もつけ、こういうのをつけると、のもダメなんですよ。だそれがまず一つと、あと、さっきのその事例見せていただいたので、結構、実は共通している部分があるなと思ったのが、うんうんうん、2個あって、はい、1個はその立ってる状態と座ってる状態をその半々にするって、それは結構意識してて、うんうん、その漫画の今例えば原作と作画両方やってるのがあるんですけど、はい、考える時間と作業する時間って分けれると思うんですが、うんうん、まあ、他の仕事でも多分その考える時間と実際の作業ってあると思うんですけど、はいはい、考えるときは必ず歩くっていうふうにしてます、うん、なのでまあちょっとその在宅ワークとかオフィスっていう話とちょっと脱線しちゃうかもしれないけど、うんうんうん、考える作業はオフィスでしない、はい、だから本当に毎日1日1時間ぐらい散歩行くんですけど、その間にずっと考え事して、うん、オフィスでは仕事場ではもう作業のみ、はい、その自分のデスクで考え事することはほとんどないですね。その時って、その考えたものを何かに書き留めたりはしてるんですか？します。全部スマホに入ってるエバーノートに書き留めてて。エバーノートなんですね。はい。はい、なので家戻ってきたら、もうパソコンにそれが同期されてる状態なんで、うん、それで作業に移るって感じですね。面白い。で、さっき2つ目の共通点が、PC を遠くに置くっていうのが、はい、だったんですけど、うんうんうん、それもそのなんかそのロジックはなかったんですけど、その近いと嫌だなっていう感覚で、うん、僕の場合は、まあ、一般的な何でしょう、その学習机ぐらいのサイズの机使ってるんですけど、うんうんうん、それをパソコンをね、その奥の壁にくっつけるぐらい離してやってます。それなんでなんでしょうね。遠い理由っていうのは、石川説が一番しっくりきます？なんか他にも理由があったりするんですかね。何かを判断するときに話してみるっていう癖がついてて、それはもうなんかそのね、癖なんですよね、もはや。だから、なんか、はい、ロジックっていうより癖で、その、美大時代からなんかデッサン、絵を描いたら、ずっとこの手元で書いてると客観性が失われるから、壁に立てかけてちょっと離れてチェックするっていうことを習慣づけられるんですけど、それをやってて、で、デザインとかの仕事も僕長かったんで、なんかものづくり系の仕事をするときに、その手元だけでやってると客観性が失われるっていう理由で、結構画面とかを離してみるっていう癖がついてるんですよ。だから、まあ、今の場合は、今の仕事の場合は、テキストなんですけど、テキストでちょっと話してみるっていう癖がついてて。うんうん、だから、それはなんか、理にかなってるかわかんないですけど、なんか、もはや癖って感じで、ちょっとパソコンをガッと
置いてやってるって。まあ、あとはその、なんかカチャカチャこう考えるっていうのは、もう外で済ましてるんで、あんまり実はキーボード触んないんですよ。だから、それをこうやって、あの、MacBook Air でこう、なんつうんだっけ、スクロールして、はい。あの、スクロールぐらいなんですよね。だから見るっていう。あ、そうなんだ。じゃあ、その、完全に評価者としての作業なんですね。割と。その、自分で作り上げるっていう主観性は歩いてるときにやってて。ああ、そうかもしんないです。二つ、もう、完全にカッピーさん二人いるってことなんですね、多分。あ、まあ、極端に言うとそうかもしれないですよね。なんか役割が違うのかもしれない。なんか。だから、それで言うと、実は、作業をしてるときって、そこまで集中深くない気がしますね。なんか、だから音、集中じゃないでしょうね。うん。音もなんか気になる程度の集中っていうか、なんかちょっと落としてると、あ、落としてるな、うるさいな、みたいな思っちゃうぐらいの、その程度の集中っていう感じ。でも外歩いてるときは本当に結構集中してて、うん、で、面白いことに、そのときはめっちゃ音楽聴いてるんですよ。だ気にならないですね。面白い。それがね、不思議。不思議。座って作業するときだと音楽流れてるともう聴いちゃうからダメなんですけど、外歩いてるときは音楽流しながら、なんか、なんかちょっと気持ち悪いけど、なんかトランス状態ぐらいの感じで、なんか音楽バーって弾きながら、あーみたいな感じでこう考え事してメモ取ってってやってんで、結構その陶酔してるんですよ。うん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 、うん、だから、前のインタビューでも答えた内容なんですけど、はい、歩きながら泣いたりしてるんですよね。そうですよね、言ってましたよね。そう、だからちょっと気持ち悪いやつなんですけど、歩きながら泣いたり、ちょっと辛い顔したりしながらこう歩いてメモ取って、うん、帰ってきて、そういう区分がはっきりしてるって。でもなんか理屈上正しいかどうかは別で、観察スタンスを取りたいと思ったら一回離れてみるっていう癖をつけると、まあプラシボかもしれないけど、できるようになるかもしれないですもんね、僕らも。うん、面白いですね。いや、そう思います。なんか、僕の漫画でもルーティンって言葉出てくるんですけど、まあルーティンって言葉の正確な正しい意味かは分からないけど、僕にとってはある種ルーティン化してるっていうか、その行為をすることでそういう、今はそういうモードっていうか、チェックするモードみたいな感じですね。あれですね、集中するっていう言葉がどういう定義なのかにもよるんですけど、一個の考えだけにこう深くものを考えるっていう定義になったら、五感の刺激がもうあればあるほどよくてっていうのが多分カッピーさんなんですよね。で、観察しようと思った時は注意点を複数に持って客観性を持たなきゃいけないから、逆にその10個ぐらいの観察をしている中で相対的にものを見ようと思ったら11個目が気になるってことなんですよね、多分。あー、ちょっとすげえそのスタンスでやってみるとそうなる気がしますね。なんかそうできてない気もするな、自分が。面白いですね。面白いですね。なんか確かになんか、漫画の中でも集中力が深ければいいわけではないっていうふうに描いてるけど、なんか適材適所があるっていう、だから一人の人間の中でもそのこの作業の時はこれぐらいの集中が適してるっていうのがもしかしたらあるのかなっていう。多分全部に集中って結局濃淡の問題なんで、全部の濃度を高める人死ぬと思うんですよ。で、いや本当にそうなんですよ、本当にそうで、死ぬし、うん、今結構在宅勤務の悩みを聞くと、それがあって、今まで仕事を会社でしてた人にヒアリングすると、集中に入れないっていうふうに言うんですよ。だけど、そのチェックインの悩みをすごい聞いてきたんですけど、今一番辛いのはね、チェックアウトできないっていう言い方をする人が多くて。それすごいわかる。その僕はもう漫画家になってからそれとの戦いだったんですよ。先にその悩み抱えてますよね、カッピーさんとかだと。多分みんなが悩んでることを今。そう、そのルーティーンの逆で、その集中を切るためのルーティーンっていうのをずっと考えてて、なんか、まあ、僕が個人的にアンチルーティーンって呼んでたんですけど、そのアンチルーティーンを見つけないと人間じゃなくなると思って。いや、絶対そうですね。それでもう本当に結構ひどい生活してたんですよ、最初の頃。はいはい。
集中が切れないけど、食事をしなきゃいけないじゃないですか。だから、そっちに気が回らないから、もう、いつも行く最寄りのコンビニに行って、いつも同じ弁当を買って食べてたんですよ。あ、このままじゃ多分なんか支障出ると思って。結婚して、そんなことは、そんな生活を続けられないって強制的に環境が変わって、で、まず、誰かと住むっていうところで、それが、スイッチのオンオフが必要になるじゃないですか。で、子供が生まれて、さらにそれが必要になってきて、だからもしかしたら最近かも、なんかこれぐらいの、この程度、これぐらいの程度の集中で仕事するのが一番効率がいいみたいなのが、なんか分かってきたの。前はなんかとにかく考えるときも作業するときもずっと集中してたんで、面白。だから今はまあ音とか聞こえて、そのなんかちょっと、なんかうるさいな、集中できないなって思うこともある一方で、もちろん子供が泣いてたら行くし、で、戻ってきてまた作業を再開できるっていう風にならしていかないとダメだなと思って。カッピーさんって失礼かもしれないけど、カッピーさんって今おいくつなんですか？僕今ね、今年35です。なんか、そう、僕36なんですけど、ああ、そうなんですね。2年前ぐらいに聞いた話で面白いなと思ったのはい。が、人って35歳を契機に、体力的に昨日より今日の自分が勝ってるっていう幻想がなくなるらしいんですよ。その結果が分かりやすいのが、登山家っていう、まあ、スポーツの中でも一番死亡率が高い登山家って、35歳を契機に死亡するような事故が激減するんですよ。ああ、過信しなくなるってことなんそですね。う。もう絶対自分の体力っていうのは昨日より伸びないから、マネジメントしなきゃいけないって面白い。動物的に分かるらしくて。で、僕もね、去年ぐらいからもう無理だって思って、その過集中を作ることが、なんか全体のバランスにとって絶対に良くないっていうのを、わか肌でる。分かるようになったんですよ。本当は効率悪いんですよね、過集中って。本当はっていうか、冷静に考えると。その後なんか結構反動が来るじゃないですか。むちゃくちゃ。だから、トータルで見ると、絶対、ほどほどの集中力の方が絶対いいと思って。なんかそれが今、急に、それこそタイムワーカーっていうか、9時5時で働いてるような人が、そのタイムマネジメントとかしなかった人が、それを求められ、そもそもセルフマネジメントができない人たちが、求められなかった人がそこに放たれたんで、それこそもう左利きのエレンとかにね、そのテーマで、みんなを救ってあげてほしいぐらいです、僕は。いや、そうかもしれないですね。共同で書きたいぐらいですね。共同っていうか書いてほしいですよ。もうなんかそれ読みて。なんかいや、結構書きみんなたいでマすジね。困なんってか、ますよ。本出します、じゃあ。ぜひ。その辺のテーマを、そのコロナで働き方どう変わるかみたいなやつをですね、勝手に誰も出版社に頼まれてないのに書いたんですよ。この行為自体が過集中だと思うんですけど、なんかその辺に今なんか、その在宅で困ってる人たちってどの辺にいるかとかっていうのをまとめ始めてたりするんで、まあ、どっかで、まあ、全然違う形でもいいですし、なんか、僕的には漫画になってるとすげえ伝わるし、そういう人の層に届くから、やってみ確かにたく確なっかちゃいに。ますね。面白いね気がする。え、いいかも。そうなんごだめんよなさい、な。ちょっだとから、話それちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。でもそういうことですよね。そのパフォーマンス出せないことの辛さが多分みんな直面してるんだと思うんだけど。多分だけど、家の方が集中できるって稀だと思うんですよ。中にはね、いると思う。あ、在宅になったからすげえ調子いいわって人も、中にはもちろんいるんだけど、まあ難しいですよね。2割ぐらいですね、僕の感覚で言うと、周りで見てて。こういう区分だなと思ってて、クリエイティブワーク寄りの人とタイムワーク寄りの人っていう軸と、そもそも単身から育児までっていう家族構成で、左上の人は、2割ぐらいの人は、もうマジ在宅勤務天国って言ってて。そうっすよね。で、右下単身なら、そう、最高そうですだよ。よ。そう。だけど、右下マジ絶望的に困ってて、なんか僕なりのまとめをする、思ってたのが、
その物理空間と社会空間がコロナによって、まずオフィスでやってたことが全部ホームに落ちてきて、うん、でかつそのリアルパブリックの家族とかバーチャルパブリック の, その SNS とか、うん、でワーク側の一人仕事としての自分とそのセルフの自分がまた同じ物理空間に収められちゃうから、このせめぎ合いをちゃんと間仕切りするのってむちゃくちゃなセルフマネジメントだと思ってて、そうですね、これがね本当にみんな苦しんでるなと思ってて、なんかそういう、悩みをちゃんとこう解決できるように、僕らもその空間サービスをやっているんですけど、こういうものをちゃんとじゃあ在宅勤務向けにどういうプロダクトが刺さるのかっていうのを今企画し作ってたりしてて、この辺の難民を拾いたいなと思ってて、なんか難民だと思うんですよもはやみんな。集中空間を失ってしまった状態。はい。でもカッピーさんがそうやって先に、あのこういう人類より先に 先駆者的にその悩み解決してきてるから、さっきいただいた3つとかもシンクラボの汐留っていう店舗があるんですけど、そこの 1ブースでカッピーさんはこうしてるらしいよみたいな展示をさせてもらったらいいなと思ってて、あーぜひぜひ、なんかそういうのをこ うまく伝えていきたいなと僕らも思ってて、うん、うん、まあでも少なくとも今この現在はそのまあ理想のオフィスっていう話の前に、はい、やっぱりこの家にいなきゃいけないっていうことに関して言うと、家族との話し合いだと思うんですよまず、うん、そうですね、はい、うん、なんかちょっと本筋と全く違うけど、なんかねそのお互いの集中をリスペクトし合えるとうまくいくのは多分確かに、あ、そうですね、そうですね、お互いですね。だからその、はい、奥さんが仕事しててもしてなくても、うんうん、奥さんの集中できる時間とかを作ってあげるっていうことが自分にも返ってくるっていうか、聞いてると本当みんなその話をしますね。そうなんだよな、うん、やっぱり自分だけこうね引きこもって仕事だから仕事だからって言ってらんないから、うんうん、そこはもう話、もうすり合わせっていうか、うん、うんうんうん、なんか確率的な解決策はないですよね。そうっすね、そう、うんうん、その前提をクリアした上での多分、うん、空間作りだと思うんで、その、はい、ださっきおっしゃってた、はい、なんかその空間って一言で言ってもなんか物理空間と社会空間があるっていう話で言うと、多分その2つの方向からちょっと考えなきゃいけないんだろうなって。そう思いますね、うん、なんかうまくカピさんとか伝えてくれたら嬉しいです。やっぱり世の中のこう在宅勤務リテラシー上げないと、うん、多分コロナが終わった後にメンタルヘルスで問題になって、自殺者込みで、そっちの方が多分社会的影響大きいって主張が最近多いと思ってて。なるほど、なるほど。それはなんか予想でしかないけど、確かな可能性は高いなと思ってて。うん、多分その今まで できてたはずのことができなくなるとどうなる、はい、どういう心理になるかっていうと、多分ものすごい自己嫌悪になるんですよね。うん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 、自分の自己肯定感できないですよね、うん、そうで、うん、その家庭もギクシャクしてとか仕事もうまくいかずってなってくると、本当になんか今までがなんか下駄履いてた気分になって、うん、あ、自分ってこんなダメなやつだったんだみたいな、うんうん、負のスパイラルが起こりそうで怖いっすね、うん、で社会がどうなるんだとか、自分がその所属してる産業自体がやばいんじゃないかとかっていうことまで不安が煽られてるから、ね、うん、でもなんかそれってそのなんて言うんだろう、漠然とした不安ではなく、ここはちゃんと対応できる不安と、これはもうしょうがない、うん、もう世の中に任せようっていうのを分けるだけでも、うん、このリテラシーを上げるだけでも世の中を救う気がしてて、あ、そうですね、うん、うんうん、過集中の話ともちょっと通じるかもしれないですけど、はい、まあ、正しく健康的に集中できてるかどうかはさておき、そのやっぱりなんか机に向かって仕事しなきゃいけない時間が家で増えると、その余計なこと考えちゃうデメリットもあるなとか、うん、そうですね、なんか仕事に追われると結構健康だったりするじゃないですか、なんか仕事に追われてる時って実はなんかあんまり体調崩さない、僕暇になるとねすげえ落ち込むんですよ、あの
ああ、でも分かる。分かりますね。なんか仕事がないとかそういう意味じゃなくて、その、うん、暇になるとよっしゃじゃあなんか新しい新連載でも考えるかとか他の仕事もやりたかったなとかいろいろ考えて一回すげえ意識高くなるんですよなんかホリエモンさんの YouTube とかすげえ見ちゃったりしてわかりますね。一時なんかニュースピックスとか見ちゃったりしてなんかすげえ、うんうん、すげえ意識高くなってなんかそういうのをこうはしごしてってオリラジの中田さんの YouTube にたどり着く頃にはなんかちょっとへこんでるみたいな。わかります、ね、俺何やってんだろうみたいな感じになってもっとやんなきゃいけないことあるんじゃないかとか、 なんかどんどん深刻になってきちゃって でもなんか日々の連載とか忙しい時は全然なんか健康的なんですよね。だから、うん、そう、まあそういう意味だとなんかやっぱねその会社も含めて仕事に救われてる部分も多分あったんだろうなっていう。なんか勝手に思ったのが、そのカッピーさんって、その、こう十何年間いろんな形でクリエイティブしてきて、その自発的に能動的に考える自分と客観的にそれを評価する自分を分けてるっていう話が主眼であったじゃないですか。はいはいはい。で、そうすると、その暇ができた時にも同じサイクルをたどって話してる気がしてて、なんかその、最初は割とどうしたらいいかみたいなことを考えるんだけど、2日3日経ってきたら、うん、中田さんぐらいになってきたらでもそれって自分ってどうなんだろうって評価系の自分が強くなっちゃって、はいはいはい、あれ意外とつまんねえなとか、なんかその、ね、そうネガティブチェックじゃないですか観察って。うん、そうかも。だからそっちの脳みそに行く性質に、てかクリエイティブワークしてる人って絶対その両方を持ってるからペルソナとして、うん、順番が絶対そうなるから発散から収束になるから、はいはいはい、だからそういう連中に1週間とかの休みを与えちゃいけないのかもしれないですね。いやそうかも。今おっしゃっての聞いて気づいたんですけど、うん、やっぱりアウトプットが区切りになるんですよね。はいはいはい。だからアウトプットがないとそのスパイラルが永遠止まらないから、なんかが溜まっていくんですよね多分。負の何かが溜まってっちゃう。だからそのなんかその老廃物を排出するために、聞きたかったことより面白くなってきちゃいました。すいません、お時間伸びちゃったんですけど。あ、いえ、とんでもないです。すげえ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。失礼します。はい。